ゲームギア用ソフト、ベアナックル2、死闘へのレクイエム。小城雄三作曲の軽快な BGM でアクションしていくベアナックル2がゲームギア用ソフトでも登場する。ゲームの設定はメガドライブ版と同じ。キャラクター3人から好きな人物を選びプレイする。画面に登場する敵キャラを殴る蹴るの喧嘩アクションで次々に倒していくのだ。時々登場するアイテムナイフを拾えばさらに多彩な攻撃を加えることができる。ゲームギア用ソフト「ベアナックル2死闘へのレクイエム」は3800円で7月23日発売予定です。